かイケメン好きじゃないって言ってたよね、こよちゃん。そう、イケメン、まあ、好きじゃないというか、全然なんかキュンとしないんですよ。うん、ときめかなくて。強敵やね。面白くなっちゃって笑っちゃうんですよね、なんかイケメン風な。風にされたりしてもイケメン風そうそう、あやってるわイケメンやってるわみたいな風に思って笑っちゃうからちょっと失礼になっちゃうんですけど、本職はイラストレーターです。なんですよねー。ですですです。ブリカチマンです。 VTuber はなんだ、趣味、趣味、あ趣味か趣味、副業とかでもなんかもう趣味です。いやでもすごいですよね、趣味、うん、本業あっての活動量じゃないというか。いやいや意外とそうでもない。いやいやいや、あの存在感なんかな。でも週一も絶対大変じゃないですか。絶対そんなこと、うん、だってみんなだって週一ではゲームするでしょ、うん、それと一緒よ。あ、まあ、趣味の時間だから、それをちょっとさらけ出してるかどうかの違いみたいな。あ、そう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 。うんうんうん、やるときとかって、イラストレータースイッチと VTuber スイッチとか、うん、切り替わる感じとかあるんですか？あ、でも結構あるかも。配信するよっていう日は、うんうんうん、もう一応仕事するけどめっちゃ聞いてるもん、うんうん、あーもう今日は配信だ、そっちに持ってかれちゃうんだあれしようかな、何しようかな、ふーんって思うから、うん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 、だいぶスイッチ違うかも。あ、なのでじゃあしない日はもうほんと V の話とかって考えないというか、うん、結構イラストにドンって座るみたいな感じになるんですか？そうかも。でも絵描いてる最中に、あ、うん、あのゲームしたいなみたいなのは全然ある。あ、思いつきはね。そうそう、なんか準備とかは全然しないかも。なんかやっぱ雰囲気とか変わるんですよ、イラストを描いてる時。職人っぽくなるとかどうなんですか、全然ちょっと客観視できないな。ふんふんって描いてるから一緒じゃないかな。あーそっかーで、なんかね、うん、ういまわ先生っていつもこうこういう雰囲気というか、こう、うん、ひょうひょうとしてるっていうのがあったのかなで、なんかのほほーっとしてる感じがあるんで、なんか別の雰囲気のとことか、うん、ちょっと見てみたいようなあるのかな、イケメンになっちゃうかな。こよりあ、こより、こっち来いや、こより、あ、いっちゃう、いっちゃう、うん、大丈夫、内心笑ってない、大丈夫、笑ってるめっちゃ笑ってるけど、でもなんか普段全くやらないキャラやってくれるのは嬉しいから、ちょっとなるほどね、やっちゃおうかな。え、あ、なるほど、あれ、こよりって呼んでくれるんですか？こよりなんで、なんで笑うねんな。で、レイのレアみたいなやつがちょっと意味わかんない伸び方してて面白くなっちゃって。こよりやー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 はさ、はい、なんか呼ばれてんの。いや、でもなんかでも、ういまわ先生にはもう、こよちゃんって呼ばれるのがもう耳心地結構良くなってる。ああ、じゃあこよちゃんにしよう。これもういまわ先生でいいんですか？長えってよく言われるんですけど。長い、確かに。長いけど、まあね、うんうん、あの、先生って呼んでくれる人珍しいから。あ、え、そうなの？え、いないよ、あんまり。なんで？先生って。え、でもなんか仕事の相手とかって。あ、まあ、それはそうよ。ああ、それはそうよ。仕事相手に。仕事相手、ういまわ言われたら。ちょっと引くよ。もうみんなそんな空間になっちゃってんのかなって思ったわ。そうか、仕事ぐらいか。ね、V の子はあんまりうい先生って呼ぶ人いないかもしれない。あ、そっか。そうね、それこそ、この表にあるねるちゃんとかぐらいかも。うん、あ、そっか。ねるさんとかが呼んでるからじゃあイメージあるのかな。なんか、ういママって言うと、え、でも、こよりのママでは、ないかな。みたいな。律儀だなぁ。そういうのがね、よぎっちゃうんですよね。あやー、おめえのママじゃねえよ、みたいな。いいんだよ。こよりのママにもなれるかな。こよりや。それイケメンのやつや。こよりや。ママ。こよりや。おいまま。よちよちだよ。おっぱい、ママ。あ？ん？はい、ということでですね、ここからは、はい、今ちょっと怪しい雰囲気もね、流れてしまいましたからね。危なかったよね、まだね。危なかった、ちょっと今日終わっちゃうところかと思いました。あ、よかったよかった。いいと思ったら、高評価、グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。チュッ。